本日も宇宙メイトチャンネルへようこそ、ゆうです本日のテーマは前回に引き続きダークワーカーについてお伝えしたいなと思います。であのー、もし前回の動画を見られてない方は前回の動画を、まあ、先に見ていただいた方が分かりやすいんじゃないかなと思います。であのー、昨日昨日というか今朝になるんですかねえっと朝方に近い感じなんですけど今日えっと だから深夜12時過ぎてからでそれからまあ友人たちと話してたりもしてたんですけどであの夜眠れなくて私がちょっとついつい「いやなんかダークワーカーについてもうちょっと情報欲しいな」って望んじゃったからなのかもう周波数がそっちの情報が入るような周波数になってたからかわかんないんですけどあの昨日やってきたんですよ本当に。<laughs> また眠れないあの以前あのグレート・ホワイト・ブラザーフットっていうあの高次元の存在が来た時も同じだったんですけどあのー、夜中に来てあの来ててると寝かせてくれないんですよねで昨日はもう昨日もそんな感じであやってきたと思ったんですけどそれが、えっと、こうやって横になってる時に一瞬パンってなんかこう周波数が変わって。 でそれよくあるんで「あ周波数変わった」みたいな感じであのあ変わったなって思ったらそれからしばらくするとズーンってあのえっ、ー、とこれは力が抜いてっていうよりもエネルギーがこうグラウディングじゃないんですけど下にこうこうやってエネルギーを下ろされたんですよ。こズーンってであのそんなに言うとなんか怖いなって思われるかもしれないんですけど全然怖くなくて。 あなんか普通にそのあ下がってるみたいなその周波数が下がってるとかではなくただグラウディングみたいな感じであエネルギーが下にこうギューってきてるっていうのは分かりましたでその後来たのがあの不動明がやってきたんですよここら辺にこうやって。った時にもう,もうなんかあーだこーだ言ってくるんですよね。で一番最初に言われたのが「本当の望みを知りなさい」って言われたんですよ。 でこれはもう今回についてはまたダーク若さーーに向けての情報なのであのー、ちょっと合わないなっていう方はちょっともう見なくてもいいんじゃないかなと思います。でこれって今の時代本当に必要でであのそのライトワーカーとダークワーカーをはっきり区別っていうのもあのちょっと違うなっていうのもわかりました。あののののの前回のその私のこの 全く知らないところから情報が入ってきたので解釈の仕方っていうのが結構難しくてだからエネルギーーーとこういういにキーワードでで来るんですよ周波数とエネルギーで来た時に自分の今持てる知識で翻訳するって感じなんですよ。なので英単語となんかこうジェスチャーみたいな感じでこうなんか読み取れるのをあこういうふうに言ってるのかなっていう解釈をする。 そうした時にどうしても今まで生きてきた価値観とか知ってる情報とかで多少ちょっとずれたりするのでだから今回のチャネルリング内容もあのなんかテレビがザーザーザーってなってるみたいにはっきり見えるっていうよりも単語単語をこうつないでとかあとはダークワーカーの友人あのすごいこういう性質を持った友人とかに質問して「あそれこういうことじゃないですか」とかっていうその。 こう照らしし合わせをして今日発信するのでなので、あのー、これからこの内容についてはどんどんブラッシュアップしていこうと思います。でですねなので最初にその「本当の望みを知る」っていうキーワードが来たんですけどこれはえっとちょっとまだ深掘りはできてないんですよね。なのでこれから多分分かっていくんじゃないかなとは思います。総称しててダーーークワーカーさんっっちょっと なんか言い方がわからないのでひ,ひとまずダークワーカーさんっていうことでちょっとお伝えするんですけどあの全然この言葉に捉えられなくていいですそういう性質を持ってる要素がある人みたいなであの完璧に人って分けれないというか私もそのえっとどっちも持ってるのであの陰陽のこういう印のようにどっちの要素もよって持っていてどっちを今世楽しみたいかみたいな。 どっちにこう性質が向いていてどっちを経験したいかに近い感じなのでだからどっちも要素はあっててそっちを特化してやっていくみたいな感じが近いのかなと思うんですけどそういったダークワーカーさんっていうのは望みが多分分かりにくいっぽいんですよねどうやら。なので本当の望みを知っていくっていうのは結構キーワードにはなるみたいです。で、あのー どんな感じでつながってきたかまあまあ昨日はそんな感じでつながっててあとつながり方っていうのがあのこれはあのセッションをしてる時にあのセッションをしてる時は、えー、と相手の方の主語のチャネリングをするのでやっぱりその人その人に合わせたつながり方をお伝えしてるんですよ。 でそのダークワーカーさんって認識してなかったんですけど不動明王さんがついてる方をセッションした時にはおあのお同じようなこと、えっと、私の友人と同じようなことを言ってたんですけどががり方が上からじゃないって言ってて言たんですよで私はハートチャクラかなと思ってたらその友人は「あのはえっと、出発点は丹田です」って言われたんですよ。 丹田からエネルギーが発生して、それがこう炎みたいに燃え上がり、ハートチャクラに行くって言ってたんですよ。だから、そのつながるときに、あの、結構グレートセントラルさんとか、火のエネルギーを持っている方って、結構この丹田ンンとかハートチャクラ。この体のここの部分からのチャネルリングであったり、言葉が聞こえたりとか、情報を得たりってする方が。 多いような気がしますで、その友人もその、そ,のそんな感じでタンデン、ここら辺からエネルギーが発生し、燃えてハートチャクラにこうやって燃え移るっていう感じで言ってましたなので、あの私が伝えてるえっ、ー、とチャネリングの仕方とかはどちらかというとあの、私の性質で言うとライトワーカーが近いんですよねそれは光をこう 駆使しててがるっていう感じですで、ダークワーカーっていうのはその闇を使ってえっと仕事をするじゃないけど働くみたいな感じなんですけどじゃあ闇ってなった時皆さんなんか「えとか「嫌だな」とか「なとかえなんか悪いイメージが来ると思うんですけどもう全然そういうことではないんですよね。だからそれについてもちょっとお伝えしたいなと思うんですけどじゃあ。 あの本当にそれ性質なだけであって逆に言うと,あの、えー、とライトワーカーがあのふわふわスピリチュアルとかって言われるのってなぜかっていうと現実世界を動かかすのが苦手だからなんですよで逆に言うとあのこの教えてもらったのが現実世界を変えるのが得意なんですよこのダークワーカーさんって。だからそのえっ、ー、と 例えばえっ、ー、とライトワーカー私のイメージで言うとライトワーカーは第7チャクラ第8チャクラこの上のエネルギーを使うのが得意でえっ、ー、とダークワーカーさんはこの第1チャクラ第2チャクラとかこういう下のエネルギーを使うのが得意っていう感じがするんですよ。で、えー、と私は昨日その現実世界を変えるのが得意っていうメッセージを受けたんですけどちょうど友人もえっ、ー、とこのダークワーカーの性質を持った友人が 私もメッセージが来てってっでこのダークワーカーっていうのはお金を回したりするのが得意っていうのが来たんですって言ってだからもうあのリンクしたんですめちゃくちゃリンクしててなんか分かる分かるみたいな私もそのメッセージ来たよってでなぜかっていうとこの第一第二チャクラとかっていう下のチャクラっていうのは、えっと、お金とか生命力とかそういったのを司るチャクラなんですよだから例えば現実世界を変えたいとか おお金金をを稼ぎたたいいいとかお金を回したいっていう人はこちらのチャクラまあだからバランスは大事だと思うんですけど、えー、とそういう人たちは第1第2チャクラとかがこう活性化してたりするんですけどでこのダークワーカーさんっていうのはこういったのが得意なんですよ現実世界を変えたりお金を変えたりっていうのが。っていう性質があってまあそれが現実そう起きてるか起きてないかっていうのは本人のブロック とかがブロックがあったりするとちょっと、まあ、現実世界に現れにくかったりはすると思うんですけどこれは性質の部分でお伝えしています。であのえっ、ー、とこのダークワーカーさんってじゃあ闇闇だからなんかえっ、ー、と悪魔とかそういうイメージとかすると思うんですけどあの本当にえっ、ー、とあ前回のコメントで書いても いただいてた方がいらっしゃるんですけどあの例えばダークななな世世界界もももライトな世界もこれどっちも光なんですよ本当にだからこのどっちも光ででこのダークワーカーさんもめちゃくちゃ強い光を持っていてで,あでセッションしてくださってる方から教えてもらった言葉があって。 和光同理っていう,こうあのチ,リチリっていう <laughs> 漢字なんですけど忘れちゃって「人」「和光同人」っていう言葉があってで菩薩だったかななんか素晴らしい存在の人が、えっと、その身を隠して隠してなんか属性に溶け込むみたいなことを書いてあってでちょっとすいません説明が下手なんですけどでもまあ要は暗い強い光をあえて 強い光にこう重りをつけてっていう感じなんですよねとかこう,クラッこうまとってあえて下に行くっていう感じなんですよ。でこれがあのイメージちょうど昨日チャネルリングした時に見せてもらった映像が深海を見せてもらったんですよちょうど深い深い海こっちが海ですねこっちが地でこっちが天みたいな。だから、えー、と こんな映像を見せてもらった時にここここにいる人は例えばニュートラルでここの深いところに行くことが例えばえっ、ー、とまあ闇と例えば光って仮定するとですね性質として例えばライトダークでこの映像を見せてもらったんですよ。で 例えばこの性質としてじゃあこっちにいくと軽くなりますよね重力がなんか重力の関係かなんか分かんないんですけど、えー、と軽くなってで視野がここから見るので視野が広がるんですよ。が広い。で、えー、と軽いしなんか自由に動けるみたいな感じなんですよね。 で逆に言うとこの、えっと、深海の深く行くと、えっと、暗いですよねまずだから視野がここにいるとこうやってプカプカ浮いているともう視野がもうこんなちっちゃいんですよで、えっと、私のところに来た光もなんか真っ暗闇にポツンと光が見えたんですよでそんな感じで、えっと、ちっちゃい範囲を見ることができるで真っ暗闇 で、えー、と地底で圧が強いので、えー、とだから圧が強いじゃあこんな性質があるってなったらもう客観的に言うとえこっちが良くてこっちが悪いじゃんって思いませんでもそうでもないんですよ。本当にこれ性質で。なぜかっっていうと、えー、とえ これの特徴があるっていうことは実はこの方たちが何が得意かっていうと問題っていうのは問題がこう絡み合ってるんですよこんな問題問題こうやって絡み合った時にこの中のこの一つの問題点全ての元凶になるこの問題点っていうのをがを見つけられるんですよ。 で、この問題点に気づき光を当てれる人たちなんですよこの人たこの方たちは光を当てるだから言うなれば解決策を見つけてあげる感じですねだから、えっと、友人から教えてもらったのは、えっと、この,その私の感覚としては、えっと、暗闇っと暗闇 なんだけど光の視点で闇を見るっていう感じですっていうのを教えてもらったんですよだからあそれって陰陽のこの文字に見てる見えてるなってこの暗いところにいたとしてもここの光をから見るとここの問題点の解決策光が見えるっていう感じですだからあのスペシャリストとか極める人とかだからこれ えっと余計なものをそぎ落とす落として本当に純粋にここの部分にフォーカスを当てるっていう感覚ですねあとはえっと時間からの解放あの最初メッセージで来たのは時間を操るっていう言葉が来たんですよで時間を操るっていうのが意味がわからなくてえ時間を操るってどういうことなんだろうで、えっとライトワーカーさん これれはちょっとあれなんですけど、えー、と私は未来を読むのは得意なんですよ、えー、とだから相手が未来の周波数にあった時に「あ未来こういう風な感じのパラレルありますよ」っていうのをお伝えできたりとかこういう風になるっていうのがなんとなくわかるんですよ。その周波数のままいけばこうなるっていうのがちょっと分かったりするんですけどでもあの以前過去性を見れ,見れませんかって言われた時に私過去性全然見,見れないんですよ分かんないんですよ。 で,で、逆に、えー、と過去をを見見たたりりカルマを見たりすするるのが得意な人もいるんですよで、よその違いって何なのかなって思った時に、えー、とまあこれはでもまだちょっと確かな情報ではないので私のこれ考察ではあるんですけど、えー、と私自身はめちゃくちゃ今っていう瞬間に生きていてで、宇宙もその今っていう瞬間に生きてるんですよ。 あ宇宙もその今っていう瞬間っていうのは多分今までの動画でもお伝えしてるんですけどであのダークワーカーさんっていうのはあのこの時間時間っていうのは世の中の人がトラウマとか過去の心の傷とか多分いろいろあると思います。で ちょっとすいませんちょっと中断しました。であのー、例えばそのいろんな方がそのトラウマとか心の傷とか持ってると思うんですよ。でそれをえっ、ー、と現在も持ってたりとかあとはあのー、一緒に共存してるたりとかもすると思うんですよ。だからいい感じでこううまくこうえっ、ー、と乗り越えてるというかこう関われてる。で 実はなんかその時間を操るってどういう意味なのかなっていうのを考えながらその友人と話してた時に急に「時間からの解放」っていうメッセージが来てでなぜかっていうとこの、えー、とダークワーカーさんみたいな方がその問題点とかトラウマとか心の傷の何に来てるのか例えばそのトラウマって言ってあなんか幼少期に親から愛を受け取れなかったとかそれがえっ、ー、と 親から愛を受け取れなかったその悲しみっていうのが別の形でなんかトラウマとして残ってるからだからここの問題を見ただけでは過去のトラウマが何から来てるのかっていうのが分からなかったりするんですよ。でも、えっと、このダークワーカーさんみたいな方はその問題点がここではなくこれからこうなんだろうって言ってこう投資してあ幼少期の この時にこういう感じを味わったのが苦しかったんだなっていうことにここに気づいてで、えー、とここの時のあのインナーチャイルドなんか傷ついたその心を癒すことができたらここのトラウマからこう解消されるっていうかこう解決されるだからなんか首輪みたいな感じでなんか身動き取れないって言ってたものから解き放たれるっていう感じなんですよね。 だからダークワーカーさんみたいな方はそういうのが得意だから過去のトラウマカルマ心の傷その原因を深掘りして深掘りしてここの問題を解決することでここから解放されるのであの今っていう瞬間に生きやすくなるんですよここのトラウマを持ってる方がだから時間から解放されるでそうすることによってより自由によりもっとクリエイティブにもっと楽に人生が生きていける であの周波数についてもあのー、あこの周波数についてはこれだけでちょっと話せそうなのでちょっとこれは今回割愛しますあの話めっちゃ長くなるのでであのー、あここもここもちょっと後で話しますねなのでこれって結構重要だと思うんですよね本当に。 だからすごい私は役割だと思います。で私はあの役割が違うと思ってたんですよ。だからライトワーカーとダークワーカーでその,その人の例えば問題点だから闇の部分ですよね問題点トラウマとか心の傷とかあとは光の部分才能とか才能とかですねとかトラウマとか。 だからその私はその才能とかそのいいところに昔からそうなんですよ相手の悪いところが見えなくてだから会話してた時に「えそんな一面あるっけ?」みたいなことがあるぐらい光しか見えなくてだからそのえっと悪いところにばっかり目を向ける人に対して「え人のいいところ見ればいいじゃん」ってずっと思ってたんですよ。えだって人のいいところ見たららそれが拡大するから いいじゃん。って思ってて。だからそれを強要して。た。でもちろんいいところを見るっていうのも本当にそれはいいと思うんですよね。でも、世の中にはどうしてもやっぱり問題点に行ってしまい、目が行ってしまうっていうか、その問題点に行くだけじゃなくて、その問題点の解決策にこう。あ、これこの人こうやったらいいのにとか。 えこの人ってこういう特性があるよね性質があるよねこれをこうしたらこうやったらいいのにっていうその、えっと、特徴があるっていうのをやっと気づけたんですよねだからああ本当に狭い視野で物事を見てたなって思いますだから本当にあのー、これからはそういういろんな特性があるっていうのを理解した上で あの配信していけたらいいなと思うしこ,のこっちから見た視,線視点とかこっちから見た視,線と視点とかをこれをうまく活用することで世の中の問題があった時に問題を、えー、とこういう問題があった時に問題の問題点と解決を、えー、と思いつくのが得意な人とじゃあそれをこういうふうに こういういな方向に向にけてやってったらいっいいいですよねっていう未来を描くのが得意な人この人たちがタッグを組んだら世の中絶対うまくいくと思います。絶対という絶対,絶対って言い切っちゃダメですけどだからそのついつい私もその前回の動画で「いやダーク若さもうよろしくお願いします頑張ってください」って言ってたんですけどあのちょうど私の友人があのチャネリングしてくれて。 だから、あのーって、えっ、ー、と、ゆうさん、あの、なんか、ゆうさんもちゃんと関わってくださいって、逃げないでくださいっていうメッセージを受け取って、はなんか、私担当じゃないんで、って離れよう、離れようっていうか、なんか違うところからサポートしようと思ってたんですけど、あ、この社会の問題とかいろんなことを、こっちサイドの視点から見たり、こっちサイドの視点から見たりって言って、協力しながらやっていくのがいいんだなっていうのに気づいたので、 私もなんか自分のできることをやっていきたいなと思いました。はい。ということで今日はちょっと前半戦ということで、えー、と今日の配信は一旦終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。